本学は市内に4つのキャンパスを持っています。名古屋駅から地下鉄桜通り線桜山駅までおよそ17分、そこから徒歩12分のところに滝湖キャンパスがあります。その他、市バスでは金山駅よりバスに乗り滝湖で下車します。キャンパス内には古墳があるほど緑があふれ、広々としたキャンパスになっています。キャンパス内には経済学部や人文社会学部、総合生命理学部、データサイエンス学部をはじめ、体育館やテニスコートなどのサークル施設も整っており、他のキャンパスからもクラブ活動のため学生たちが集まります。データサイエンス学部では統計学や情報工学を活用し、社会における膨大なデータを収集、管理、分析することで事象を客観的に検証する能力を身につけます。 IT 系、ビジネス系、医療系の3つの履修モデルを設けており、それぞれの分野に関連したデータサイエンスを学ぶことができます。データサイエンス学部では社会におけるさまざまな現象や事象に興味関心を持ち、そこに現れる疑問や課題の解決に向けたデータの活用に関する理論や技術、実践事例を学びたいと考える人を求めています。結構パソコンとかが得意な人ばっかりが多いのかなって思ってたんですけど、意外とそうでもなくて、課題が出たりしても友達と一緒に考えたりとかして、一緒にみんなで頑張るっていう雰囲気があります。1年生の時からさまざまな言語を、2年生になってからもまた新しい言語を学んだりしてます。インプットする形の授業が多くて、授業内で他の学生の人たちと一緒に分析して討論し合ったりして、それでより理解が深まると思うので、それの考察とか結果とかを発表するっていうのがあります。エンターテインメントとマーケティングを掛け合わせた領域に興味があるので、そこの領域に対して今学んでデータ分析という手法で進めたらいいなっていうふうに思っています。